はい、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、ネクタイをご依頼いただいております。エルメスのネクタイですね。はい、よく見てください。はい、小さいですが、ここに1箇所シミが確認できます。はい、ここはまあこういった感じですけれども、あとこっちかな、こっちが結び目になりますかね。結び目に少し汚れが生じているのが確認できるのと、あとどうしてもね、きつく結ぶ部分が、結び目でもないのかな、もうちょっと上でしょうね、結び目でした。ちょっとまあ、結び目にしては下の位置かなとも思いますけれども、いずれにしてもね、少し汚れとそれに伴う変態色が生じた状態になってます。はい、少し下がって、こちらにもね、変態色を伴いながらシミが付着した状況が確認できます。はい、おそらく最終的には、補色をしてね、抜けた色を補う作業が最終的には必要になってくるかと思います。はい、それではまず進めていきますけれども、この小さなシミからまずいってみましょう。はい、少し撥水加工が効いてる感じなんでね、それがまあ幸いして効いているのがね、よく意外とあっさりと取れてくれましたけれども、変色する前で良かったと思います。はい、問題はこちらの部分ですね。直径どのぐらいになりますかね。ちょうど、3、4センチってところですかね。こちらも汚れてるだけだったらいいんですけど、カメラでどうですかね、捉えられているかどうかわかんないですけど、やはり今汚れだけ取った状態ですね。これがわずかにこの H の文字ですね。はい、本来ですとこの紫色なんですけれども、少し色あせてね、黄色っぽくなっているのがわかるかと思いますが、わかるかな、捉えられないかもしれないね。結構こちらの方もいらっしゃる。結び目にしては位置が低すぎるような気もしますけど、はい、これが今汚れだけ取り除いた状態ですね。少しスレも出ている感じですね。ちょっとこう立てると角度によって分かりますけれども、どうしてもスレが発生しますと絹素材に角度を変えると、特にネクタイはね、このように、すると、
ちょうどネクタイを締める角度ですとね、よく目立つような状態ですね。ちょっとまあこれについては画像では捉えられないかとは思いますけれどもね。はい、少しちょっとどうかな、もうこの状態で捕食する方がいいのかもしれないですけどね。試しにまあ少しだけ漂白してみましょうか。撥水がきついな。脱色のリスクはなさそうですけど、これで汚れについてはね、きっちりとしていますけれども、やはり色あせとすれについては少し残った状態になりますね。はい、こちらにつきましては後ほどまた、修正を加えて、まあ、どこまで回復できるかですね。はい、まあやってみたいと思います。はい、ひとまずここまでですね。はい、ありがとうございます。はい、エルメスのネクタイの染み抜きが完了しております。はい、この辺りにね、小さな染みと、あとこの結び目付近ですね。はい、この辺りに、この柄ですね、柄の色あせとそれに伴うすれが発生していた状態でした。はい、染色と擦れ直しの方ですね。シミを抜いた後に染色と擦れ直しの方をさせていただきました。はい、思っていた以上にね、軽症の部類であったためにきっちりとね、修正ができております。はい、ちょっとまあ擦れについてはね、なかなか確認しづらいんですけれどもね、このようにね、角度を変えると光って見えたりする場合があるんですけれどもね、ちょうどね、こうネクタイを、していただくと上から見るとね、よくわかるような状態でしたけれどもね。はい、そちらについてもね、確認させていただきましたが、はい、
ほとんどね、ほとんどというかもうわからない状態ですね。通常ね、すれはわずかにね、治らない場合がね、わずかに残って治らない場合が結構多いんですけれどもね、今回に関してはね、きっちりと治すことができておりますので、良かったと思います。はい、染色の方もですね、はい、こちらのね、H の部分ですね、エルメスの。はい、この柄がね、少し色あせた箇所があったんですけれどもね、はい、もうどこがそうなっていたのかね、わからないぐらい、綺麗に修正することができております。はい、以上エルメスのネクタイの染み抜きでした。はい、ご利用ありがとうございます。